ご視聴ありがとうございます。よしお .com チャンネルです。お出かけや買い物でイオン名取に行かれる方って多いですよね。イオン名取にも飲食店はたくさん入ってますが、せっかく名取まで遊びに来たのであれば、ランチやカフェ、バー、イオン以外のお店を使ってみるのはいかがでしょうか。面倒だって思われる方も多いかと思うんですけども、普通の休日が印象に残る一日になるんじゃないかなと思います。行ったらきっと満足するお店が多いです。そんな参考になるお店を5店舗今回行ってきましたのでご紹介いたします。1軒目のお店はプリモ。イオンモール名取店からも徒歩で10分ぐらいなので、電車で来た方でも気軽に立ち寄れます。席数は多いんですが、駐車場が 3,4 台分しかないので早めのご来店をおすすめします。このお店に来るのは3回目なんですけども、ここに来たら豆乳ラザニアがおすすめです。彩り豊かな前菜サラダ。大変お待たせいたしました。野菜をふんだんに使ったヘルシーなラザニアで、初めて食べた時は豆乳が気になってましたが、豆乳感はなく美味しく食べれました。プラス2、300円で大盛りにも変更できます。パンにつけて食べても美味しかったので、ぜひ皆さんも試してみてください。今回セットで頼みましたので、エスプレッソコーヒーとデザートがついてきました。このデザートがレモンのムースになってて、程よい甘みと酸味のバランスがとっても美味しかったです。イオン名取からも近かったので、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。続いて2軒目はコーヒー&セッションパブロ。もともとこのお店は80年代にジャズインパブロというお店を開いておりまして、震災を機に一旦閉店したそうです。2017年に再オープンしたそうです。蔵をリノベーションしたようなお店で、店内奥にある壁一面のスピーカーはすごく迫力があります。このお店では映像制作も行っており、県内や全国の CM、 有名 YouTuber の編集も手掛けてるそうです。イオンモールからは車で5分くらい、徒歩でも15分くらいの距離にお店があります。店内の雰囲気は県内でもなかなかない独創的な雰囲気をしています。このスピーカー、実物で見るとかなり圧巻です。今回頼んだのはデザート3点盛りで、ティラミス、ババロア風レアチーズ、ガトーショコラ、カラメルプリン、キャラメルケーキ、以上の5点から選びます。ちなみにお店の定番はババロア風レアチーズケーキだそうです。今回選んだのはティラミス、ババロア風レアチーズ、ガトーショコラです。ババロア風レアチーズケーキはさっぱりしてるので、ぜひ皆さんも一つ選んでみてください。お店では無料 Wi-Fi もありますので、仕事の息抜きにいかがでしょうか。3軒目はカフェマルタ。場所が海側の閖上にあるので車が必要なお店です。こんなところにあるのかなって疑うくらいの場所にありました。こちらのお店はシラスの製造しているマルタ水産の直営店のカフェです。どれも美味しそうですが、シラス屋さんのお店なので堪能できるシラスプレートを選んでみました。シラスが苦手な方もいるかと思うんですけども、シラスを使ってないメニューもあるのでお店に行きやすいと思います。お店の雰囲気が夏っぽくて、ほんとこれからにちょうどいいですね。こちら食べかけてもらいます。揚げ野菜と漬物がついたシラスプレート、海に浮かぶ島のような感じで可愛いですね。シラスがしっかり塩味がついてまして、こちらのライスはガーリックライスになります。店員さんから食べ方を聞いたんですが、卵と混ぜて食べたり、わさびをつけて食べたり、シラス丼のタレをつけて食べたり、いろんな食べ方が楽しめるそうです。私的にはシラスの味がしっかりあるので、
わさびや卵と一緒に食べるのが好みでした。お願いします。しらすのかけ放題なんですが、1回の量が多いですよね。さすがに2回でストップしちゃいました。しらす好きにはたまらないですよね。しらすのかけ放題はいつでも頼めるんですが、まあ、しょっぱいですので、かけるタイミングと量は気をつけた方がいいと思います。デザートで頼んだクリームチーズプリン、プリンが珍しい長方形でちょっと固めでした。濃厚で甘さ控えめになってるんですけども、ねっとりとしたカラメルが程よい甘さで、プリンとも相性よく、とっても美味しかったです。お店の場所は遠いんですけども、店内の雰囲気や料理はとっても美味しいので、ぜひ足を運んでみてください。続いて4軒目はイオン名取から車で12分、川町テラス閖上。川町テラスは2019年4月に地域復興の一環でオープンした川辺の憩いの場で、16店舗も飲食店があります。今回はカフェ目的なので、みなもカフェのご紹介です。本当にいろんなお店があるので、デートなどにもおすすめです。ランチは他のお店でがっつり済ませて、デザートやおやつをこちらにするのもいいですよね。リゾート気分を味わえる店内、席数は20席くらいで、定休日が不定休なので、行く前に事前確認が安心です。シフォンケーキに使っている卵は、はい、白石市の竹取ファームの卵を使っているとのこと。季節の果実を使ったシフォンケーキやパフェが人気らしく、この時期はイチゴを使っていたので、イチゴのシフォンケーキプレートを注文しました。今回頼まなかったんですけども、ドリンクなどもインスタ映えすると人気になってます。実はシフォンケーキはあまり食べないんですが、こういった付け合わせがあると自分で作るケーキのような面白みもあって良かったです。もちろん味も美味しかったです。シフォンケーキはテイクアウトできますので、お土産にいかがでしょうか。他の飲食店ですが、みなもカフェのようなショップ型や、またこういったフードコートなど、いろいろなお店スタイルがあります。最後の5店舗目はイオン名取から車で10分、住宅街にあるカフェ、カフェテラスソラ。ボリュームのあるランチメニューがリーズナブルにいただけると話題のお店です。白とベージュを基調としたお店で、窓からのたくさんの日差しが入り、とても明るく優しい店内になってます。日替わりランチはサラダとスープ付きで800円で、パスタのほとんどがサラダ付きの600円、本当にリーズナブル。初めてのお店でも写真付きのメニューなので、選びやすくて本当に助かります。エビフライとヒレカツのランチプレート、このボリューム本当すごいですよね。玉ねぎの味噌汁、本来は頼む予定ではなかったんですが、このボリュームと値段に負け頼んじゃいました。家庭的な感じで美味しかったです。お気をつけて召し上がりください。そしてこちらが今回お目当てのいちごパフェ、見てください、この高さ、スプーンを超えてます。中には定番のアイスも入ってますが、
いちごと生クリームをふんだんに使っているのでとっても美味しかったです。パスタとパフェを合わせても1200円。ぜひ皆様もこのボリュームを体験してみてください。いかがでしたでしょうか。イオンナトリや仙台に行かれた際はぜひ食べに行ってみてください。また動画にしてほしいお店などありましたらコメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。宮城県の美味しい楽しいを発信していきますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。